祇園の本町は平和よのお、うまそうな店発見。皆さんおはようの、世の本町を盛り上げる非公式キャラクター世の大観です。チャンネル登録を本当によろしくお願いします。今日はインド料理大繁盛店のね、巨大ナンを食べに行きますが、エベレストキッチンさんですね。山田電機の脇の道です。そちらをね、まっすぐ来たところにありますよ。こちらの黄色い看板が目印となっております。この入り口が異様な雰囲気していますね。世の大観史上最も入りにくい入り口かもしれない。メニューとかも書いてある。早速行ってみましょう。店内はテーブルとですね、この靴脱いだお座敷もあるんですよね。今日はお座敷でいただきます。はい、メニュー見ていきましょう。ランチメニュー、辛さ選べる、ナンライスおかわり自由。一番安いカレーライスは770円から。カレーもね、10種類もあるんですよね。お子様セットとかもあるみたいです。別のメニューにはね、チーズナンとかハニチーズナンって、これは蜂蜜ですかね。いろんなね、種類のナンもあるみたいです。こちらディナーメニューは2倍速でお届けします。とにかくね、量が多い。あとね、ちょっとわかんないんですよね。なんかこのイメージがつかないっていうかね、インド料理でお酒飲むっていうのもね、まだちょっとイメージ湧かないんだよな。ここのね、マーケティングしっかりやった人いたらすごいですよね。いろいろこちらもね、夜もセットとかあるみたいですね。ビールセットとかあるけどね、これインドカレーでビールが合うのかっていうね、ちょっとかなりチャレンジングで、こちらのね、お鍋みたいなね、いろんななんかアルゴビ、アルベガンっていうね、いろんな種類があるんですが、ちょっとイメージが湧かないです。ビリヤニとかもあるようです。昼一番に行ったんですけども、どんどん人が入ってきました。ここ人気店なんだよの。世のため人のため、世の大観チャンネル。はい、来ました。こちら前菜のサラダになっていますね。そしてドリンクも頼みました。こちらラッシーですね。全部セットに含まれています。こちら特徴的ですよね。お箸でいただくこともできます。フォークとスプーンもありますけどね。あと奥にあるスパイスの名前を聞くのは忘れた。はい、こちらまずサラダいただいていきます。このインド料理屋さんのサラダ、なんかすごいテンション上がるんですよね。このドレッシングなんですかね、めちゃくちゃうまいんですよね。なんか人参ドレッシングなんですかね。これは美味しいよの。バクバクサラダがいけちゃいます。別に辛いってわけじゃないんですけどね、インド料理屋さんのこのドレッシングってね、どこもすごい独特なドレッシング使ってるような気がします。このドレッシングどこに売ってんだろうな。まあね、メインとの戦いがもう近づいているんでね、さっさとやっつけていきたいと思います。またまたセットについてきたタンドリーチキンもいらっしゃいました。可愛い色してますね。そしてついに来るぞ。はい、こちら来ましたね。今日私が頼んだのは2種カレーセットになります。はい、ツッコミどころが多すぎます。まずこのナンのデカさ、何なんですかこれは。下のこのオレンジのバスケットにね、全然収まってない巨大なナンが到着しましたよ。あ、左利き用にね、ちょっとぐるっと変えさせていただきましたが、どでかくてね、しかも熱々のナンが来ました。もうナンがでかすぎてね、他のものが全く見えてませんが申し訳ないです。カレーはね、今日はシーフードカレーとブラウンバターカレーっていうのを選んだんですけど、このブラウンバターカレーっていうのはエビカレーでした。私ね、シーフードにもエビ入っててね、こちらブラウンバターにもエビ入ってるっていうね、ちょっとやらかしてしまいましたが、でもどちらも美味しいカレーでしたよ。あとセット頼むときに、ナンかライスどちらにしますかって言われるんですけど、私ナンって言ったんですけど、それでもサフランライスはあのちょこっとつけてくれるんですね。これで、ね、ライスって言ったらどうなったのかもちょっと見てみたかったですね。カレーはめちゃくちゃ美味しいカレーでしたね。あの、私以前アシャっていうね、あの北野のカレー屋さんもね、あの YouTube 撮ったんですが、アシャ一番うまいと思ってたんですけど、ちょっとこっちの方が好きかもしれないな。
シーフードもね、ブラウンバターもね、シーフードがねゴロゴロ入っていまして、味が濃い感じ、またこのドロッとした感じがナンにすごい合います。辛さはねちょっとよく分かんなかったんで普通にしましたが、辛みは全く感じなかったですね。辛いの好きな人はね中辛いっちゃってもいいかもしれないです。カレーがめちゃくちゃ余りましたね。さあ何も少なくなってきたんで、あの悪魔のコール行ってみましょうか。チャンスタイム。まあおかわり、どうぞ。私が YouTube 撮る様をですねずっと隣で見ていた店員さんに頼んでみました。まさかね同じ大きさのナンが来るとは思えないですがね。いやカレーがすごい余っちゃってるんでね、ナン行ってみたいと思います。同じでかさ来ちゃったじゃん。またバスケットに収まりきってないすごいでかいナンが来ちゃいました。だから俺の画角のことも考えてよ。もうナンがね画面のもうほとんど使い切ってしまってね、これこのままだと世の大観チャンネルじゃなくて世の大何チャンネルになってしまいますからね。一気に何をやっつけていきますよ。ダイエット中の世の大観頑張って食べていきます。そういえば左利きってインド料理ってあれでしたっけ、右手で食べるんでしたっけ。まあちょっと左利きなんでそれは無理なんですけどね。とにかくねものすごい熱々の何が来るんでね、私はあの特別に訓練していますが、ちょっとね冷ましてから召し上がっていただいた方がいいかもしれないです。やっとカレーがちょっと見えてきましたね。あのねエビとかいっぱい入ってるんですよ。最後まで具材がゴロゴロ入っているのが特徴的でした。なんかこの辺になってねナンを大きく切ってラッシーで飲み込んでいるところがねちょっとねもう苦しさがねちょっと見えていますが、最後まで頑張っていきたいと思います。こんなに焼いていただいたんですからね。これ何の上にって、これオリーブオイルバターなんですかね、油が塗ってあるんですけど、それもねたっぷり塗ってある感じのなんです。私はこれね多く塗ってある方が好きですけどね、まあここは好みですかね。しかしここ初めて来たんですけど人気店なんですね。人が絶えずにやってきました。あの入り口からみんなよく入ってこれるな。店の前は駐車場にもなっているよの。そろそろ戦いに終止符がね見えてきました。世の大観なんとかナン2枚を完食です。いやー美味しいカレーに美味しいナンでした。エベレストキッチンさんごちそうさまです。また来ます。ナマステ。世の大観はまだまだ世の本町周辺の美味しいとこ面白いとこ紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。また世の本町周辺でお会いしましょう。またね。